ごきげんよう、山口愛希です。今日は軍艦行進曲を歌いたいと思います。1900年の明治33年の曲ですね。ジーカの、ね、音楽隊の方々が、演奏されているので、知ってる方もたくさんいるんじゃないかなと思います。実はこの曲、世界三大行進曲の一つとして挙げられている曲なんです。ドイツの行進曲給油と、アメリカの行進曲星条旗を永遠なり永遠なれ、星条旗を永遠なれという行進曲があって、この3つが、世界の三大行進曲として挙げられています。すごく有名な曲ですね。で、今回はね、ギターで弾き語りするんですけど、こういうアコースティックバージョンでちょっとチャレンジしてみようかなと思います。で、この曲、作詞されたのが鳥山ひらくさんという方です。そして、作曲されたのが、瀬戸口藤吉さんです。この方は、愛国行進曲、そして艦船勤務も手掛けられてて、私はこの方のメロディーがすごく大好きです。元気になる、活力が湧くで、この、軍艦マーチ、軍艦行進曲なんですけど、曲の中にちょっと曲調が変わって海浮かばの歌詞が、入っています。少し違ったりするんですけど もう私耳コピでね、コード取ったんですね。音を取ったので、ちょっと何かしら怪しい部分もあったりすると思うんですけど、その辺は多めに見てください。よろしくお願いします。歌うことが大事ということで、記録に残すことが大事ということで、はい、ということで、じゃあ軍艦行進曲歌いたいと思います。ぜひ皆さんも一緒に歌ってくださいね。なかなか難しいからさ、この曲。それでは弾きます。軍艦行進曲